こんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。全国の測量会社で起こっているドローン測量の導入ブーム。ただ実際導入してテストでドローン測量を行っても期待した成果が得られなかったことはありませんか？また実際の作業にドローン測量を活用していますが、 SFM ツールで3次元点群データを作成した後、どうもばらつきがある、そんな心配はありませんか？国土地理院の UAV 測量マニュアルに従って作業を行っても思うような成果が上がらない。それもしかしたら写真の出来栄え品質によるものかもしれません。今まで測量に従事してきた方々にとって、写真撮影とは現場の報告書用の撮影、もしくは前景を撮るといったようなものだけでした。報告用の写真撮影では黒板の文字がはっきり写っているか、現場全景が写っているかというもので、多少の明るさやピントに関してはあまり気にしませんでした。実は多くの講習会をさせていただいて、測量業の方々からお声をいただくのが、ドローン測量においての撮影設定が非常に難しいということでした。実はドローン測量で行う空中写真測量の撮影データの出来栄えによって成果の精度が変わってくる場合もあります。例えば撮影知識がないまま納入業者の方々が言っていた通りの設定を行ってもどうもうまくいかない、そういったこともあると思います。1回目の撮影ではどうもピントが合っていなかった、ホバリング撮影だとうまくいくのに航行撮影だと写真がブレているようだ、何回やっても薄暗い写真、もしくは明るすぎる写真しか撮れなかった。被写界深度が重要というキーワードを頭に入れて F11 まで絞ったところ、どうもブレたような写真が撮れてしまった、そういったことありませんか？せっかく省力化や効率化を目指してドローン測量を用いたのに、なかなかうまい成果が上がらない。測量に従事する方々が必ずつまずく点、それはドローンのカメラ設定と撮影手法です。今回の講座ではそのドローンの撮影設定、撮影手法、状況別の設定の変更の仕方、ドローンに搭載されているカメラのレンズ、もしくは CCD のサイズ、そういったことによる限界高度の設定、またデジタルカメラ特有の RAW、JPEG、ISO、シャッタースピード、絞り、補正、ホワイトバランス、いろんな言葉があります。今回の講座ではそういったカメラの基本的な知識の補完と、ドローン測量に適した撮影の方法、また逆にこんな写真を撮ってしまうとドローン測量には適していない、もしくは精度が思ったような成果が上がらないといった失敗事例も学んで、写真設定を制覇して効率よくドローン測量を行う講座です。またドローン測量に関して今まで疑問に思っていたことや、この設定を変えるとどこが変わるのかなど、皆さん個々にお持ちの疑問点や心配事など、そういった内容も一つ一つ丁寧にお答えした講座にしていきたいと思います。また講座に付属するテキストでは、講座の中でお話ししたカメラの設定や原理、限界高度記載されています。講座が終わった後でも現場でこのテキストを広げて設定の変更をしたり、必要な機材を揃えたり、そういったことが行えます。講座の細かい内容や申し込みに関しては概要欄のところに貼り付けてありますので、ぜひご覧ください。それでは講座のお申し込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。